発をしたいという思いがあるので、しっかりチームでやっぱり一番投げたいなと思っていて、投球数であったりそういうのはやっぱり自分でも意識的に多く投げるようにしていて、みんなよりいっぱい投げて、あのシーズンでもしっかりバテない投げる体力というか、そういうのはあのつけるようにしています。自分はやっぱりフィールディングがちょっと下手だったので、あの毎日あのコーチの方にあのピッチャーのフィールディングのノックを受けて受けさせてもらっていて、それはあのシーズン中も毎日継続しようと思って、自分の中であの KO が、まあ、苦手で、はい、結構主力のメンバーは抜けると思うんですけど、でもやっぱりいいチームに絶対仕上がってくると思うんで、今年はやっぱり KO を抑えたいです。広瀬選手は、まあ、やっぱり大学代表に選ばれたりとか、あのホームランも秋打たれたので、そこを抑えていきたいなと思います。チームとしても3連覇がかかるシーズンなんですけど、まあ、しっかりまずは、まあ、自分の、結果を出せるようにして、チームをいい方向に、持っていければいいと思うので、まずはやっぱり自分のプレーをしっかりしたいと思います。